今回紹介するスレはこちら。おねしょた大好き激エロお姉さんとして、公式からお墨付きをいただいている。こいつだけ能力おかしくないすか？トラウマがなければレベル5にも匹敵する能力者として、学園都市からお墨付きをいただいている。嘘か進化、このトラウマ設定がないと普通に能力で小学生寮に不法侵入するのではないかという科学者もいる。おういっつもボランティアに参加してくれる姉ちゃんやん。若いのに偉いで。うむ、ガキっどもの面倒見も良くて助かるんだな。オープランドセル所有しとる女やん。それはダメだろ、カッコが。おちんちん見せてほしそうなんだ。ショタが関わってはいけない人を見る目をしてるのが悲哀を感じますね。なんならお外でも普通に弛緩してるんだ、職質がはかどるんだ。なんじゃあこの眼光は。異常性愛者。もっと活躍欲しいのん。ショタコン、シスコン。土見角がまともすぎるんすけど、いいんすかこれ。ミサカも大変だったと思うよ。自分と自分の数年前の顔をした奴がロリコンを引き寄せてるんだからね。恋愛感情や性欲が皆無で、非語欲やら不正がメインの一方さんが一番マシなんだよねパパ。まあ気にしないで、シスコンと言っても血は繋がってませんから。まあ気にしないで、ロリコンと言っても父や兄みたいな感情ですから。まあ気にしないで、どないする？待てよ、ショタコン以外は大切な人がそういう分類されるというだけで、ただ一途に個人を大事に思ってるだけなんだぜ。悪いのは全て見境のないあの女だ。暗部組、イコール神、どのグループもなんとも言えない関係性で好きなんや。少年用半ズボン所持女やん、元気しとん？どうしてもう冬服ズボンを着てしまっているのか教えてくれよ。今更だけど、そもそも晒しにブレザーって地女の格好としか言えないんだよね。キルポイントとこいつと黒子のせいでテレポート能力者、イコール変態説出てるってネタじゃなかったんですか。なあやっぱこのショタコン殺そうぜ。今のムスジメがレベル5に認定されてない理由を教えてくれよ。科学的な有用性云々でレベル5の順位は決まってるって聞いたことあるから、ムスジメの能力は科学に応用できないから認定されないタイプ？メタなこと言うと番号を崩したくない。そして今の統括理事長はレベル5なんてブランドはスーパーの特売シールより価値がないと思ってるんだ。こんなものにわざわざ誰かを入れる必要がないと本気で思ってる。もしかしてシャバにいていい人間じゃないんじゃないすか？可愛い愛らしいで見てるのかと思ったら、もしかしてがっつり性欲込みで見てるタイプ？短パンからパンツ見えそうで興奮してる時点で性欲ですね。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。